さて、それでは夜会を始めようか。フランスと日本をつなぐハイブリッド吸血鬼、ファントムイリスボーカルフェリクス、改めフェリクス・ルイ・クロード・モンドール、すべてのヴァンパイアを滑る王という設定。フランス出身、昼はフランス語教師として勤務。突拍子もないアイデアで物事を正解へ導くカリスマ性と溢れ出る気品を持つ。しかし驚異的に料理ができず、幾度となくメンバーを苦しめることも。幼少期、家柄から周りに忌み嫌われていたフェリクス、そんな彼を救ってくれた一人の少年とは。王フェリクスの名のもとに集いし、ファントムイリス、甘美な宴はこれからも続いていく。